滴入れて飲むだけで痩せる魔法の飲み物があるんです。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。何を一滴入れるのって思いませんでしたか？それはにがりです。にがりと聞くと、あーお豆腐を作る時のあれねと思ったかもしれませんが、実はにがりを普段の食生活に取り入れることで健康的で綺麗に痩せることができるんです。にがりは普段飲んでる飲み物に入れるだけなので簡単で続けやすいんですよね。ただ間違った飲み方をすると逆効果になります。最後に私がにがりをどのように取り入れているか、その具体的な方法もお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。本題に入る前に、今後もこのような役立つ情報を見逃さないためにぜひチャンネル登録をお願いします。では早速今回の動画の内容をご紹介します。1、にがりのダイエット効果5つ。2、にがりを入れると痩せる飲み物7選。3、痩せるにがりの飲み方注意点。この流れで詳しく解説していきます。にがりのダイエット効果5つ。1つ目は脂肪の吸収を抑える効果です。にがりは海水から塩を抽出する際にできる液体で、主成分は塩化マグネシウムですが、他にもナトリウム、カリウム、カルシウム、鉄、亜鉛など80種類以上のミネラルが含まれています。特にその中のマグネシウムは腸内の脂肪と結合し、脂肪の吸収を抑える働きをします。これが食事中に摂取した脂肪が体内に吸収されるのを防いでくれます。一例として、食事の後に体重が増えていないかなって気になることってありますよね。私の生徒さんで、友人との外食でつい食べ過ぎてしまったけど、にがりを一緒に飲んでいたら翌朝体重が変わらずホッとしましたなんて経験をする方もいます。またにがりは脂肪や糖の吸収を抑えてくれるので、ダイエットだけでなく糖尿病や高脂血症の予防にも効果的です。2つ目は代謝アップと痩せホルモンの分泌を高める効果です。にがりに含まれるマグネシウムはエネルギー代謝に必要な酵素の働きを助け、基礎代謝が上がり脂肪が燃焼しやすくなります。またにがりは痩せホルモンと呼ばれるアリポネクチンの分泌を高める効果もあります。このホルモンは脂肪の燃焼を助けるため痩せ体質になります。特に年齢とともに代謝が落ちやすい40代以降の女性にとって、代謝アップとホルモンの働きは痩せ体質を維持するために欠かせません。最近昔と同じように食べても太りやすくなったなって感じることないですか？にがりを取り入れることで代謝が上がり、なんだか最近体が軽くなったなとか、疲れにくくなったなと感じることがあります。実際に1ヶ月くらいにがりを続けて飲んでいたら、体がポカポカと温かく感じることが増えてきて、冷え性も改善されたという声も届いています。要するに、にがりは40代からの代謝アップと痩せホルモンの分泌をサポートしてくれる強い味方なんです。3つ目、便秘解消効果です。にがりに含まれるマグネシウムには腸の動きを促進する効果があります。便秘薬にも含まれている成分で、腸内の水分を吸収して便を柔らかくすることで便通を改善します。多くの女性が悩んでいる便秘が便秘薬なしで自然に解消していきます。特にデスクワークが多く運動不足になりがちな方でも、ずっと便秘で悩んでいたのににがりを飲み始めてから毎日すっきりとしたお通じがあるんですというお声がたくさん届いています。4つ目はむくみを解消する効果です。マグネシウムには体内の水分バランスを調整する働きがあります。特に過剰なナトリウムを排出することで体のむくみを解消します。40代以降の女性はホルモンバランスの変化やストレス、運動不足なのでむくむことが多くなるんですよね。例えば夕方になると足がパンパンになって靴がきつく感じるという方も、にがりを飲むことで次の日にはすっきりした足になることがあります。むくみが解消されると見た目だけではなく体も軽く感じるようになり、出かけるのが楽しくなりますよ。5つ目は抗酸化作用による肌の改善効果です。にがりに含まれるマグネシウムや他のミネラル成分は抗酸化作用を持ち、肌のターンオーバーを正常化させます。これによりシミやくすみが改善されます。特に40代以降の女性は肌の老化が気になる年代ですよね。例えば最近肌がくすんでるなと感じることはありませんか？にがりを取り入れることで肌が明るくなったりシミが薄くなったりするという声が多いんです。にがりで美肌を手に入れて自分に自信を持っていきましょうね。このようににがりはダイエットだけでなく健康や美容にも効果的です。では次に、にがりを入れると痩せる飲み物
を7つ解説していきます。水ににがりを入れたにがり水でも、まあ、効果はあるんですが、もうこれがねもう正直美味しくないんですよ。で今からお伝えする飲み物と組み合わせることでダイエット効果が爆上げして、しかも美味しく飲めるなんて最高じゃないですか。ぜひ楽しみに最後までチェックしてください。まず1つ目はにがり入り味噌汁です。にがりを加えた味噌汁は最強です。味噌は発酵食品で腸内環境を整える効果があります。さらににがりを加えることでマグネシウムが腸の動きを活発にし、脂肪の吸収を抑えます。この組み合わせで最強の成長剤になります。例えば朝食ににがり入り味噌汁を飲んでたら便通が良くなったという生徒さんがいらっしゃいます。また忙しい朝でもこう簡単に作れるのがいいですよね。味噌汁やスープなどの汁物には最初は1人分ににがり1滴から始めて、慣れてきたら5から10滴を目安に取り入れてくださいね。このようににがり入り味噌汁は簡単にできてダイエット効果も高い最強の飲み物です。では次に2つ目はにがり入りルイボスティーです。ルイボスティーには抗酸化作用があり代謝を促進する効果があります。にがりを加えることでさらに代謝がアップし脂肪燃焼をサポートします。ノンカフェインなので夜寝る前にも安心して飲めるのもいいですよね。夜ににがり入りルイボスティーを試したら翌朝のむくみが減ってすっきりしていたという生徒さんも多いです。寝ている間に痩せ体質になるのは嬉しいですよね。ホットのルイボスティーカップ1杯に1から2滴にがりを入れて飲むのがおすすめです。では次に3つ目はにがり入りきなこ豆乳です。栄養満点の飲み物です。きなこ豆乳にはタンパク質やイソフラボンが豊富で満腹感を持続させる効果があります。さらににがりを加えることで腸内環境が整い便秘解消にも役立ちます。小腹が空いた時や運動後のプロテイン飲料としてもおすすめです。例えばおやつ代わりににがり入りきなこ豆乳を飲むと余計な間食をしなくなりましたという生徒さんもいらっしゃいます。無調整豆乳1カップにきなこ大さじ1とにがりを1、2滴入れてホットで飲むといいですよ。このようににがり入りきなこ豆乳は栄養と満足感を兼ね備えたダイエットドリンクです。では次に4つ目はにがり入りココアです。にがりを加えたココアは甘いものが好きな方にもおすすめのダイエットドリンクです。ココアのポリフェノールには抗酸化作用や脂肪燃焼効果があります。にがりを加えることでさらに脂肪燃焼効果を助け代謝がアップします。ダイエット中でも甘いものって欲しくなりますよね。そんな時はにがり入りココアを飲むと満足感が他のスイーツを控えることができます。無調整豆乳や無添加のアーモンドミルクカップ1杯に純ココア大さじ1、蜂蜜大さじ1、にがりを1から2滴入れてホットで飲むとホットチョコレートのようになっておすすめです。にがり入りココアで甘いもの欲求を満たしつつ美味しく楽しくダイエットができます。次に5つ目はにがり入り緑茶です。緑茶のカテキンが脂肪燃焼を促進します。にがりを加えることでカテキンの効果がさらに高まり代謝がアップします。毎日お茶を飲む習慣がある方はにがりを1、2滴ちょっと加えて飲むことで痩せやすい体質になります。緑茶なら毎日の習慣にしやすいので自然とダイエット効果を実感できます。日常的に取り入れやすいのがポイントです。では次に6つ目はにがり入りレモン茶湯です。レモンのビタミン C には抗酸化作用と代謝アップの効果があります。特に茶湯にレモンとにがりを加えることで体を温めつつデトックス効果も得られむくみの解消にもつながります。朝一にコップ1杯のレモン茶湯ににがりを1、2滴入れて飲むと体がポッカポカしてきて体の調子がいいなと感じる方が多いです。特に朝の目覚めがね悪い方にはおすすめです。にがり入りレモン茶湯は朝一番に最適なデトックス飲料です。最後に7つ目はにがり入りココナッツウォーターです。ココナッツウォーターは電解質が豊富で運動後の水分補給に最適です。にがりを加えることでミネラルバランスを整え疲労回復をサポートします。運動後に飲むとすぐに体が軽くなると感じる方も多いです。なぜかというと汗をかくと水分と同時に体内のミネラルも失われますがミネラルバランスが整うので疲労物質を溜め込まずに代謝を上げることができます。運動後や汗をかいた後はコップ1杯のココナッツウォーターににがりを1から2滴入れて飲むのがおすすめです。このように普段飲んで
でいるこれらの飲み物ににがりを加えることで無理なくダイエットができます。では次に痩せるにがりの飲み方注意点について解説します。にがりのダイエット効果を生かすためには1日を置いてこまめに摂取することが大切です。例えば汗をかくと水分だけでなくミネラルも失われるためミネラル不足によって太りやすくなります。また現代人の食生活はミネラル不足と言われていてこれが慢性的に続くと神経や筋肉機能の低下エネルギー代謝の乱れなどで太ってしまうんです。なのでミネラル不足を防ぐためにこまめに摂取し体内のミネラル量を一定に保つことが大切です。次ににがりの摂取量ですが1日あたり大さじ1イコール 15ml を目安に少しずつ様子を見ながら摂取しましょう。ちなみに私が使っているこちらのにがりは1本 150ml なので大さじ1の 15ml で割ると1本あたり10日で飲み切る計算ですね。なので私はこのボトルにマジックでこうやってね10等分になるようにこうメモリをつけて、まあ、こんな風にだいたい1日今これぐらいかなっていう感じで目分量で飲んでいます。最後に注意点です。これ知らないと大変なことになりますので必ず最後まで聞いてくださいね。にがりを取りすぎてしまうと下痢や特に腎臓に障害のある方は血液中にマグネシウムが蓄積しやすくなり高マグネシウム結晶を引き起こす可能性があります。なので1回で1日分の量をこうまとめて取るのではなく少量ずつ数回に分けて取ることが大切です。体質によって合う合わないがありますので様子を見ながらねあなたに合った適量を見つけてくださいね。またマグネシウムが含まれた便秘薬やサプリを服用している方持病がある方は摂取前に医師に相談することをお勧めします。お伝えしたにがり以外にも私の腸活ダイエット法を3ステップで実践して今後リバウンドなしで人生最後のダイエットにしたいという方は私の無料公式 LINE がおすすめです。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ10秒ほどでプレゼントが受け取れます。今回のまとめです。にがりのダイエット効果5つは1脂肪の吸収を抑える効果2代謝アップと痩せホルモンの分泌を高める効果3便秘解消効果4むくみを解消する効果5抗酸化作用による肌の改善効果。にがりを入れると痩せる飲み物7選は1にがり入り味噌汁2にがり入りルイボスティー3にがり入りきなこ豆乳4にがり入りココア5にがり入り緑茶6にがり入りレモン茶油7にがり入りココナッツウォーター。にがりを効果的に摂取するには1日あたり大さじ1 15ml を目安に普段の飲み物に入れてこまめに摂取し体調に合わせて摂取量を調整することが大切でした。次回も腸内環境を整え根本的な痩せ体制と生まれ変わるための情報をお届けしますのでチャンネル登録とベルマークのクリックをお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけたらいいねやコメントお願いします。質問には私がお返事しますのでぜひ繰り返しご覧ください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。